スノーマン・ラウールの主演映画が苦戦中俳優よりモデルの印象強すぎたかスノーマンのラウールが主演を務めた映画、赤羽骨子のボディガード、2日公開の興行収入がパッとしない。写真、とんでもないスタイルのラウール。同作は、漫画家丹月正光氏が、週刊少年マガジンで連載している同名作品を実写化。 原作は連載約2年で単行本が9巻発売されるなど人気となっている。主題歌も、スノーマンの新シングル、ブレイクアウト、君は僕のもの。先月31日発売が起用されたことで、注目度は高かった。ある音楽関係者の話。グループ11枚目となる、ブレイクアウト、君は僕のものは、発売から3日でミリオンを突破した大ヒット曲です。 その楽曲が主題歌になったので、映画にも好影響を与えるのではないかと期待されていました。ところが、工業通信社によると、同作の公開初週の工業成績ランキングは6位にとどまり、2週目にはトップ10件外となってしまった。ある芸能関係者は、原因はこれから検証されるでしょうが、いずれにしてもラウールの人気だけでは限界があるということでしょう。 と指摘する。ラウールといえば、フツパリで行われたジバンシオメンズコレクションや、イタリア・ミラノで行われたドルチェ・ガッパーナのショーに出演するなど、役者よりもモデルとしての存在感が大きい。2021年に映画、ハニー・レモン・ソーダで単独初主演を果たし、単独主演作として約3年ぶり。ネット上には、その演技力を疑問視する声も上がっていますが、 役者としては、まだまだこれからです。結論付けるのは早いでしょう、映画関係者。ラウールが役者として評価されるのは、これから先のことかもしれない。